すげえタイトル出んねやこれ上に。あ、出るっすよ。知らんかったわ俺。今あれ設定して俺が書いたタイトルどこに消えてんねやろ思ってたけどこれ上に出んねや、すごいな。わざぷー、ミートマニアさん、わざぷー。今日は涼しくなってからのインスタライブです。やおりっぷー、わざぷー。やっと涼しになったで、雨村見てこれ、ひふみやの前がやっと影や。熱中症やで、女神はんも汗かいてそうやもんな。ってことで、ひふみやに指すけが大量入荷しました。入ってくる、音止まっとるな。大量入荷、ベベーン。この奥のはちゃうけどな、奥のはヒラリーのコレクションやけど、はい、さまざまな熱い話やで。今もあの指すけの流行りすごいから、中学生小学生がよくやってるイメージかな。新たな世代がやってるイメージやな。お疲れ様でーす、ポーチャウス。ポッ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 ポーチャウス。ポーチャウス久しぶりに言ったかも。ポーチャウス。あ、服届いた、リップ。ありがとうな、ナイス注文。ありがとうやで。もう一回ちょっとレゲエアゲインしようかな。レゲエアゲイン。定期すな。もう先にあの聞かれんねんからどうせ言うて。指付けでも安いよ、3000円台と5000円台と2種類あるけど。あ、でもこれだけ言うとかな、男女兼用でございます。指付けハマるとボード以外のアイテムも集め出して、間違いない。だからミートマリアさん、指すけハマったらまずホームセンター行くでしょ。ほんで三日芸石買うじゃないですか。家にパーク出来上がりますよね。でするとこうあのレールとかセクションが欲しくなるっていう。そうなんですよ。指すけはやっぱりやってる人からしたらもうめちゃめちゃおもろいから。あ、ハイライフステッカーね、よいしょ、ひふみやんで、またいっぱい何千枚も届いたんで、はい、店に遊びに来てくれた人には、注文してくれた人にも、はい、プレゼントしてます、ハイライフ。もうアメ村でこればっかりの自販機とかあるもんな、たまに。誰が貼ったんか知らんけど。ぜひ街にボムするときは皆さん気ぃつけてください。はい、身の回り、自分の周り、フード隔離、フードをかぶり、逆や。逆や。うん、逆や。あれですね、ナンバーの方でもあるしね、このステッカー。ん？ナンバーの方でもある？そう、指付けは男女兼用です。はい、指付けめっちゃおもろい、定期ないっす。そうよ。だから今夏休みやしな、他府県から家族で旅行来て、お父さん指付け欲しいって言ってお父さんがわざわざ検索してくれてひふみやにたどり着いてみたいなね、家族の人もいたり観光客の人もいますからね。やばいよそれ。あと平さんがよく挙げている野外でいいポイント、そうそうそう、だからストリート歩いてても下見たりとか駅とか行ってもおーここ滑れそうやなってなったら平さんずっと滑ってはるし、ひふみやメンツで飯とか行ったら、まあハードライム始まって指すけ始まるかな。カタ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 言うとるわ言うて。今も硬いしね。うん。そういうのコミュニケーションなんかあるか。あ、大丈夫やで。うん。ありがとう。これ今 NGK の看板芸人のところに貼ってきます。熱い。芸人さんももしかしたら中にはね、このステッカー持ってるで言う人いるかもしれへんもんね。マジで。ポンプラポンプラためにお疲れ。暑いな今日もな。今日はなんともう今季初の短パン履いてるからもう無理ですよ、もう無理です。
と新しく入ったやつなんかあるっけな。新入荷はないね今ね。仕事終わり。そうか、夜勤じゃない時もあるもんな。いやー死ぬでマジで、マジ死ぬで。ポンペラポンペラ。最近ますますポンペラの意味なんですかって聞かれても説明が雑くなってきましたね。そうコロナはハイエストカップとかそれこそ、MC バトルにも出てる時見たことあったんちゃうかな。何回かお会いはしてるんやけど、そのセッション自体は初めてかな。でもコロナマジやばかったわ。レゲエ DJ のコロナマジやばい。そのこの間ザマッチにゲスト呼んだ日に初めてフリースタイルしたらしくて、即興でレベチレベチ。初めてフリースタイルしてこんなに長時間、しかもヒップホップのビートにもバッチリ乗せてできるね、レゲエの DJ の人なかなかいないんちゃうかなと思っちゃうぐらいマジやばかったよコロナ。もうなんか楽曲とかももういろいろ聴こうと思ったもんね。聞いてみたいっていうか、コロナマジやばかった。暑すぎるっていうね。ぜひぜひ8時まではひふみは今日も空いてますんで、涼しくしてお待ちしておりますね。せやねために、でもバッチリ準備は終わってるで。ミステリオが準備してくれたんちゃうかな。ごっつい段ボールで、いいね、さすがためにいつもありがとうやで。ポンペラで流行語狙いたいって、3年ぐらいかかるんちゃう、3年いけるかな言うて。ひふみやのねペーパークラッチマジ最高っすっつって、豪輝さんさすがです。そうひふみやは今年で20周年でね、ゴールデンウィーク終わってから20周年イベントとかいろいろありましたけど、その20周年を記念していろいろなグッズ出てるからね。例えばこれ、タイマドとひふみやのコラボレーション、ついにひふみやのねオリジナルの、はい、ペーパーが出たんですけど、今豪輝くんも、豪輝くんかなコメントくれましたが、はい、こんな感じで中を開けるとしゃか、もちろんペーパーよな、ペーパー。ほんでこの下をめくるとやな、クラッチなんや。これだけでも完璧やのにやで。裏めくるやん。はい、いろいろ砕けます。砕けます。もうあなたがもうやばい、どうしようと思ってる不安も砕きます。はい、うまいこと巻いて火つけます。よろしくお願いします。ほんで、こっちのね、キングサイズの、スリムのキングサイズの方もあります。Yes, made in アメ村。これもね、やっぱ巻きタバコとかね、マリファナ好きな人は、もうペーパーなんか何本あってもええからね。だからちょっと前サイレントキラージョイントが誕生日やったってことで一箱ずつプレゼントしようかな思ってます。まだ大手へんからあれやけど。ほんでもう一個20周年の記念グッズ見てください。俺のトレイが、はい、タイマドーとひふみやのコラボレーションで念願のトレイが発売されました。これだからもう片手でも出るぐらいのサイズやから、マリファナ砕いてここ角にバー詰めたらちょうどいいっていうね、ちょうどいいサイズで、中にはネックレスアクセサリー類を置いたりとかね、してくれてる人もいるみたいで、いろんなものも広げてみてくださいトレーには。はい、これがひふみや20周年アイテムかな。もちろん会場で売ってた T シャツとかタオルもね、まだまだいっぱい俺らも作って準備してるんで、ぜひひふみやいつもサポートしてくれてるみんな、特にね、20周年のアイテムを持っててほしいかなっていう。そうそう、それも言ってあったね、10年前からコロナっつって。そう、俺も言ったもん、フリースタイルで変な病原菌いらんけどみたいな、コロナは必要でしょ言うてな。全然 TV はそんなことないよ。だって今なミステリオとかだって髪編み込んでドゥーラグとかよう巻いとるよ。全然そんなことないよ。でやっぱり昔のプールの授業みたいにちょいちょいちょっと毛出んねんけど、チャームポイントやと思ってます。あ、指すきがさらに払っ
流行ったらバビロン現れますかね、スケボーやらずに指付けだけのやつは認めないみたいな。ああいそうやけど、でもこれも言うて昔からね指付けもあるから。なんてBMX とかね、もう俺見たことあるかな、サーフボードとか結構昔からあるから理解ある人は多そうですよね。確かに、でもそういうやつも出てきそう、ね。シーマさんがよく着てる人シャツ先に抑えられてよかったです。ちなみにそうやで、もう今現品しかないよ。よかったね、ために買っといてええよ。そらやっぱこれちょっと自分好みやな、思うのはちょっとな、お金入った時っていうよりかはもう無理してでもゲットした方がいいと思うで。ひふみはどのタイミングで再入荷をもうやめるか分からへんからマジでもう今季入ってけえへんでとか言ってめっちゃあるから。神戸ありがとう、日曜日はいらっしゃい、こんにちは、ワサップ涼しくしといたでいらっしゃい、こんにちは、こんにちは。いや、神戸日曜日ありがとうね。また懲りずにエントリーしてや。もうな、ホープライトかな、ホープライトがね当日にエントリーしてきたからね。あっつい話やで。そう、それチョコレート、見た目マリファナやもんな。飛ぶんすか。飛びはせんけど、でもマリファナの成分入っとるよちゃんと、CBD と CBN。 そうそうそう、普通に美味しいチョコレートやな。また待ってるぜコーペ、やってやって、全然滑っちゃったよ。ちょうどついさっきいっぱい入ってきたから指すけも、うん、大量に浮かあっちの棚かな、うん、4段目5段目にね。ペーパー買えるのは20歳以上って別に決まりないんちゃうかな。なかったっすね。うん、ペーパーだけ買って語りたいみたいな人もねいると思うし、お父さんがなったとかしてるからね。喫煙具ってあかんのかな、未成年買ったら。そんなことないんかな。まあまあまあ難しそうやね。あ、おととい昼め行ったけどシーマさんいませんでしたって、ごめんよ。俺な月曜と火曜やねん主に。月曜火曜はほんまに予定なかった常おるし、たまに金曜日、月に1回ぐらいだけ金曜日もおんねんけど、週末はななかなかおれへんねんな、ごめんよ。だから逆にやで、まあ夏休みがあれやからもう平日でも来れるかもやけど、学校サボったとかさあるやん、仕事仮病使って休んでもうたみたいな、学校サボってもう親帰ってくるから家にはおられへんとかさ、もうそういうやつひふみは来たらええねんてその代表例がウィリーウォンカやねんから。そうやで、学校行ってきます言うてカバン持って、でそのままアメ村来て、ひふみはあくまでアメ村の三角公園で待って12時38分になったらひふみは入ってきて、夜8時になったら帰っていくっていう、それがウィリーウォンカやったから。ちなみにそれで歩いてきたのは俺、うん、しかもそれであいつ中学1年生やからな、その時ほんでお母さんからひふみやに電話かかってきて、うちの子いますかって、あ、お母さんいますっつって、だから逆に安心してくださいみたいなね、どこにいるかわからんかったからな、こう不安にさせるけど、いるとこ決まってたら大丈夫よ。スイートナイス、スイートナイスね。またぜひ月曜火曜ね、タイミングが合えばぜひ寄ってください。次は来週火曜休みやな俺な、多分。うん、火曜ちょっとな、本レックがあって、ちょっと某アーティストとの、まあ某バンドっつった方が正しいかな。そう、月曜日はおるよ来週ドゥラグって、やめとけやめとけ、ドゥのラグすんなみっちゃんのラグはつらいどあの日な、ケンジ日曜日な、俺らアフターパーティー行ってな、みっちゃんがもう結構キャバい顔しとってん、死にまーす、俺明日慰安旅行で8時の飛行機やからもう帰るわー言うて、で、おーっつってみっちゃんっつって、はよ帰り気ぃつけやー言うて、みっちゃん今何時か分かってる言うて、4時ぐらいっつって、また12時半やでっつって無事にタクシー乗って帰ってきました。おもろかったな。8月のザマッチはね、もうねゲスト決定してます。はい、8月なんで、はい、我がハッパポッセのクルーからヒップホップサイド相棒トラッシュインダビルデン、そしてレゲエサイドにはアマバクファミリーからアークマンインダビルデン、
アークマンのラバダブさばきはね、もうプロなんで、もちろんライブもね、トラッシュとアークマンにやってもらうんですけど、でまたもう一個楽しみなんか、こうトラッシュがね、どうバンドにフリースタイルで入ってくんのかなってのも楽しみやし、そこでねボイルライブの曲だってね蹴れるし、ちょっと楽しみにしてますけど、でこれからあの偶数月のザマッチは、あのバンシューのレゲエ DJ ユービットくんがね、あの偶数月だけザマッチのレギュラーとして参加してくれるんで、これまたすごいことになると思いますよ。今夜も炊いてるす、え、今夜も巻いてるす、今夜も巻いてる炊いてる吸ってる吐いてる巻いてる炊いてる吸ってる吐いてる巻いてる炊いてる吸ってる吐いてるぜハイグレー、知ってます知ってます、リズラじゃなくてジグザグじゃなくて巻く髪なんですか、ポンポンですよね、間違いないって。まあ1回戦ラグショットさんもほんまびっくりしました。まあガイダンスやな、ガイダンス、ガイダンス、ああいう時しか当たらないですよね。そうだから、そこで例えばやけどコーペがラグショット倒したってなると、やっぱもう大番狂わせというかさ、全員が何やあいつ言うてラグショット倒したヤンガンおるぞってなるからね。そうそう、みっちゃん受けれたかったなーなあ、みっちゃんの対戦相手はずっと相手だからな。そうそう、高校生もいっぱい来ますよ今ね、中学生も多いっすね。そう、ペーパーで鼻かんでもええし、何してもええし、油取ってもくれてもええし、そうそうそう、もうね指付け大好きなお客さん多いっすよ。ショヘヘイワサプー、ブルースパイダー、あ、スミエッティかな、ワサプー。さあついにあと30分ですか、あと1時間ですか、オールスター始まりますね。ちなみにあれやで、スミエって見た、ケルのストーリー発売されますね、ねえ阪神ファンにしか分からへんやろ、ね、もちろんひふみやスタイルは日賀さんも昔から言ってますけど、来るもの拒まないんで、はい、そして去るものも追いません。それがひふみやの掟です、ね。仮病が絶対バレたくないくらい扁桃腺でかいんですけど、切るべきですかって。あ、でも言うよな、扁桃腺腫れてよくな、熱出ちゃう人とか、その扁桃腺はありした方がいいみたいな。な、ありがとうございます。はい、じゃあこんな暑い中来てくれたから、みんなにもステッカーあげるわ。いいっすよ、復活したから。あ、いいっすよ、おいよ、ヤマン、ありがとうございます。ヤマン、お前もあの水分取りや、はい、ぶっ倒れんで、はい、気づけてな、またおいでよ、ありがとうね、ありがとう。なあ、扁桃腺大変よな。俺でも扁桃腺腫れて熱とか出たことないからまだ分からんけど、でもヒロインやったら切った方がええんかもな。あって話やろ、あの日めっちゃ面白かったよな。セルフとか言うて、あのシャンパン2本持ってる時は何してんねやろ、あんたの誕生日や言うてんねん、言うて。必殺報道士、そう、必殺報道士。必殺報道士はあのジャグラ君はじめ、あのトルネードが昔やりだしてたことやからね。そうやね、あれ必殺ってジャグラ君が言ったら、トルネードのファミリーが報道士って止めんねん。そうそうそう、それもね、今のポンペラぐらい一世風靡してましたからね、懐かしいっつって。ああ、はいはい、アーさんって誰やろ。あ、アークマンか、アーさんね。以前インスタライブでメンズコーチシーマさんの話をしたと思います、覚えてますか。あー、2ミリ覚えてます、2ミリぐらい、2ミリぐらい2ミリぐらいだけ覚えてる。なんかあったっすよね、なんかー一本した方がいいみたいな、そう、気ぃつけた方がいいよみたいなやつやろ。うん、2ミリだけ覚えてます。メンズコーチね、はい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 、来週はね、ちょっと火曜日だけ休み持てます、月曜日はいますよ、小川さん、お待ちしております。もう最近はあのミサ入ってきて速攻で18度のハイパワーでクーラーつけてるから涼しいよ、マジで。いらっしゃい、おい、久しぶりやん、元気？久しぶりです。ヤーマン、どうよ最近？久しぶりです。調子どう？めちゃくちゃいい。いい感じ？ずっとやってんのやろ、サウンド？いや、やってない。あ、そうなの？ちょっとマイスターをやめさせて。あ、そうなんか、はい、それで合わへんかったんかもしれんの。そうです、なるほどなるほど。でも今バラドでこうヒロ君がやってる主家っていうのが、キャンプ飯とか食えるとこ、噂んとこかい、おんの、はい、そうなんや、
じゃあ焚き火しに行くわってヒロにも言うといて。いや焚き火飲食店で焚き火すな言うて。もう焚き火したいわ、もう学校行ったらな。この間ちょっとバラブに木田さん来てくれて、マジで。その時に呼びつけ、僕ずっと昔やってます。おうおうおう。で対戦してもらった時に、ひふみやのプリが入れてたり。マジで。そうなんです。熱い熱い熱い。自分のデッキもマイデッキ持ってきた。やばいやん。え、それブラックリボン。いや、これイエローウッド。イエローウッド懐かしい。でも大事に持ってんのが熱いな。そうなんです。熱いな。全然滑りまくってや。はい、やまやま。なんかデッキも買おうかなと思って。あ、マジで。ちょうどな、あの UAG っていう日本のキャスパーさんの、いや、な、名古屋のブランドかな。そう、キャスパーさんのもあんねんけど。そう、それちょうど今日入ってきたやつ。へぇー、渋っ。それからもうベアリングとかも全部入ってるから。あ、もう、うん、コンプリート。そうそう、むっちゃ調子いいで。なんかメイドインジャパンで、はい、その価格で、はい、あ、このクオリティなんやっていう。そう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 、熱いで。インジャメーカー。はい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 。ん、あの、あれ聞いてます、あれ、オールスターが出てる。オールスターね。まあできることならどんでん休んでほしかったけどな。まあ去年優勝してるからな、監督せなあかんっていう。ゆきむりボイルライム、ウェザープー。人生初甲子園観戦、どのユニ着るのか。でもさあ、スミエッティはだってもうユニフォームあれ作ったやんか、ヒップホップユニフォーム、あれでしょ。俺もね、あのヒップホップユニフォーム、あの背中にね、名前貼ろうかな思うんやけど、ちょっとスプレーでね、黄色のワッペン半分ぐらい紫にしたろうかな思って、ちょっといろいろ考えてますね。アイブラックブロー T シャツ出るとよ。ミート君はさ、プーこれってフー開いてるやつじゃないんだ。あ、な、UAG やったな。ちょっとテープがな、ボロボロやねん。デッキテープの関係で売ってますよ。いや、もうあれないねん。そう、でも中にもう入ってんねんけど、そう、別では売ってない。これデッキテープ。あ、マジか。これ UAG やな。ちょっとテープがもうないのあれやけど、結構クオリティー。嬉しいですよ。うまいね、やっぱタッチがうまいわ。タッチがうまい、ふわっと感がある。やっぱ指すけのタッチ、こう柔らかい人はこう女の子にも優しそうやもんな。心がけよ。心がけよ。昨日ね、糸井さんスリーラン打ったよね。選手揃ってる。山崎さん、ぜひひふみや、あの年中無休で12時38分ヒーフーミーヤーから夜8時まで空いてますんで、雨村来て暑いなぁ思ったら、もう涼みに来るだけでもね、全然ウェルカムなんで。これ痛まった子になしですか。一緒一緒。あ、うん、調子いいやろ。え、買います。暑い、早い、暑い。なんかイケてる感じ。ほんま1時間前ぐらいに届いたばっか。あ、うん、じゃあこれ。暑い暑い。あ、落としたん。いやー、熱い、好きそう好きそう好きそう。何ぼですか。え、じゃあ5,940円かな。え、またバラブも遊びに来てくださいなー。ぜひお願いします。まあ、基本はあのバラブ行った時もうベロベロすぎて、俺ら大丈夫かみたいな時多かったけど。でもこの間なんかマイドリフンとか遊びに来てました。あ、そうなんや、はい、なるほど、ありがとう。やば、じゃあ6,000円かな。はい、あ、1,000円多いかな。あ、すみません。一回なんかあの88で、はい、去年からなんか忘年会かなんかやって、そのままバラを行ってんやんか。あ、そうなの。どえらくてさ、へえ、もうシロックとかなんかボトルでもシェイディーとか持ったし、あ、はい、すごいメンツおって、でもバラブでダースとかでけへんぐらいよって思った。やばいっす。俺ら何してるんっつって、バラブまで来てっつって。あ、いいです。大丈夫です。おいおい、あれやったら、やすり、あ、やっていいですか。やっていいですか。いうところ使った。ありがとう。うん、うわ、熱。やばいやろ。ニューデッキめっちゃ熱いな。UAG いいからな。なんかっこいいよな。はい。はい。はい、皆さん UAG ヒューミア大量入荷してるんで、ぜひゲットしに行ってください。あと30分で仕事終わります。あ、じゃあ俺もやな。あ、違うか。あと2時間。じゃあ俺もやな。あと2時間半ぐらいある。わ、カッキーの曲聴いてないかもな。 NFC スヨさんとのどの曲やろ。何曲かあったよな。ああ、なあ、聴いてないかもしれんな。
お疲れ様です。今日も暑いっすね。ひぐみはね12時38分です。はい、何年か前まで1時23分やったんですけど、8をつけることによって1時間早くオープンできるなシーマーってひださんが言って、はい、12時38分になりました。その1時間でかいからな。指付けすごいっすよ本当に。県外からわざわざ検索してこう来てくれる人多いですからね。ナレクさんはさプー、この間ありがとうございました。びっくりっすね。神奈川の高校野球といえば横浜でしょう。あ、そうな。まあそれがスポーツやな。あ、ホームのワッペン付きよりヒップホップかな、悩むっつって。そうやな。でもあのスミエッティほんまにあの暑いから甲子園ほんまに暑いから、俺らもうあのやっぱ毎回ユニフォーム着ていくねんけど、もう途中で脱ぐことも結構あるっていうか、もうデュラグも巻いて行ってんやけど、もうびしょびしょなるからな。結構だから涼しい格好でね、もう甲子園見に行った方がいいと思う。だから俺らやったらな、中タンクトップでユニフォーム羽織るだけとかもようするけど、もうくっそ暑い時はほんまやっぱ T シャツとかでも行くもんね、タイガースのね。今日はそれだからね。うん、今日そうドームやったらな、クーラーついてんねんけど。ループで行きます言うて、ひふみやの近くにもループ返すとこ2、3箇所あったかな。最近まあよう乗ってるんで。暑い。小賀さん、27日にコンパスであるインフミのライブ行くんすよ。エンターね。今回のライブバトル、もちろんね、友人とか大前とかロンローとかね、若いメンツが出てる MC バトルもかなり盛り上がると思いますけど、ライブバトルがね、キース、あのレゲエのね、俺の兄弟キースとビッグモーラ君とかね、あとハイパータマで、ハイパータマで、一世&コペルね、コペル&一世か、でビル君もね、レプゼン THO ビルさんも出てはりますし、他は何もねいるもんね。ユッキーもいるんか、すごいよ。あとロトリ君とか、ん、南大阪のロトリ君、ロトリ君とかも出てるみたいんでね。だからなんかこうね、この人応援したいとかもやっぱあると思うんですけど、やっぱ生で見るとね、こうあ自然にこっちにこう上がってもうたみたいなこともあると思うんで、楽しんでください。もちろんもちろん、だってあのネットサイドストアは移転する前はひふみやから歩いて3分とかやったからね。そうですね。そうそう、だから俺もあの暇やなーっつって、一人なんか寂しいなーと思ったら両替行ってますって紙貼ってネッサ行ったりしてましたね。よしてましたよ、覚えてるんですよ、まだね。うん、夏場にネッサ行ったらハチが入ってきて、ネッサの中に、あ、なんかあったな、事件な、わーわー言ってる時あったな。せっか入ってるやろ。入ってます。そう、前までなかったのにな、それ最近。Tシャツいいでしょ、ドリップアンドロール。島さん、クラブダーティー行きましたか。何やったっけ、クラブダーティー。あれさ、リッキーさんの、ホストクラブです。ホストクラブやろ、カプチャーやろ。ホストクラブに行くのは女の人じゃないの。ポンブラーポンブラーポンブラー。ヒーマさんがいらっしゃるとヒップホップ好き以外のお客さんもヒグミは入りやすいですね。そうだから、ヒップホップちょっと知らんから行きにくいわっていう人やっぱりいるんすけど、全然お構いなく、全然お構いなく。だったらヒップホップ知らんねんけど、おすすめの CD をお願いしますって言われたら全然進めるし。そうそう、ヒフミアのドアは買い物するかラップするか戦闘開かへんみたいなね、都市伝説あったんですけど、嘘なんで大丈夫です。これもラッパーね。そうそうそう、ラッパーはな、せめてな、こうな、初めてヒフミアに来たんだな、音源置いていくとか送ってくれるとかね。おいよ、山これも大丈夫よ、捨てて。あ、大丈夫、オッケー、滑りますね。行ってらっしゃい。全然終えるかもよ。あれさん、誰も連れてきた。うん、多い多い。あ、いつまたトライアングル来てくるらしいっすよ。あ、ほんまバトル出たんやろ、あの子やばいやん。
今テスト期間で大変だけど、今週日曜の大阪城野外で野外音楽堂であるレッドスパイダーのフェス行くからそれが楽しみです。俺の友達も言うてたわ、寒い。もうタフ県からな、来るやつやねんけど、もうそいつは楽しみすぎてカウントダウンしとんねん、毎日。もういくつ寝るとみたいなノリでずーっとカウントダウンしてて、シーマン言うて、レッドスパイダーさんのフェスで俺大阪行くから、ひふみや行くな、言うて。日曜日やろ、ある。で、月曜日俺ひふみやから、月曜日までおんねんな、思いながら。もうそいつは楽しみすぎて前乗りする言うてたで。いいな。やっぱ暑いから言うてこうな、なんていうん、熱中症にならん対策は大事やけど、家にずっとこもっとくもな、もったいないしな。汗かいてこう。そう。暑い中で汗かくことをすれば、まだ耐えれるしな。気温も下がるしな。うん、時間にもよるけどな。ああ、自分の母校が昨日甲子園予選ベスト4で負けちゃいました、つって。まあなぁ。もうスポーツは。兵庫県で言ったら今、報徳が強そうやね。俺の母校なんかもベスト16ぐらいまでしかいかへんで。そうそう、ぜひぜひ。マジで暑いよ。風がな、やっぱ浜風やからな、その、なんていうん、綺麗に抜けるかって言ったらそんなことないけど、高いとこ行ったらな、当たんねんけどな。そうやね、甲子園は。あとカメムシね。今年ちょっと少なそうやけど、カメムシちょっと注意して。甲子園球場多いからね。シーマさんのおかげで燃えるゴミさん見れたし、最近の若い子たちのライブも見れたし、熱い司会のシーマさんも見れて楽しかったですっつって。またね、遊び来てくださいね、のりゆくさん。これからもう偶数月の、あ、奇数月か。奇数月の第3日曜日は、ずーっとやってますんで。ぜひぜひ。もちろんもちろん、フラートみんな来てくれるっすよ。昔は俺が行くこともあるけど、暇やったらマットジャグに電話して、ちょっと、こっち来てや、と。いや、めっちゃあったから、俺ら。マジ今日は、とか言って。店おらんの、こっち来てや、とか言って。ありましたね。お店はやりやすかったです、って古着屋のお兄さんが気さくに場所を教えてくれました。そうそう、だから道に迷ったらね、アメ村にいて、どこやったっけってなった時、店に電話くれてもええし、もう、やっぱ大阪のアパレルショップのキャッチなんで、みんな勢いすごいんですけど、聞いたら教えてくれるからね。全然大丈夫や。みんな日田さん知り合いやから。そうそう。全然ウェルカムよ。泉ちゃん、ワザプーパプラパン、パン、パン、プラケイシ君、お疲れ、ワザプーヨー、ドックスドックス言うて S つけて思うたわ。ドック日曜日ありがとうな。まさかの1回戦でな、男前対決で間で俺を挟むとか、ええ度胸しとるやんけ。ストレイドッグ VS スワンキーモンキー。1回戦でね、男前同士が当たってね、間で司会者の俺が挟まれる言うて。もうオセロの気持ちやったらラッキーってなるんやけどな。また9月のエントリー待ってんで、ドッグ。熱い JDM 熱い、お疲れ様です。今からラジオラヒーム見に行きます、言うて。どこでライブしてんの、ラジオラヒーム。トランクルじゃん。だからフェリス行ったんや、早い時間。そういうことや。あ、そういうことやわ。さっきベランダでタバコ吸っとったら、トランクルのフェリスがさ、結構早い時間にチャリ乗ってトランクル行ってたから、今日なんかイベントあんのかな、思って。あ、ラジオラヒームのイベントなんちゃう？そういうことや。いいね、いいね。あいつらおもろいよな。だからナッソな、ちょっと怪我しちゃってお酒ね今飲まれへんけど、シーボーズとスティールな、あいつらほんま、ね、あいつらほんま最高やで。知ってる、ひふみや20周年の日、別に下手こいたとかじゃないよ、もうあいつらアルコール大好きやからさ、もうベロベロやねん。で、ひふみや20周年のイベントやったサンホールって場所は分煙されてて、喫煙ルームがあるんよね。で、そこで俺らもライブ終わってタバコ吸うとったら、ベロベロのスティールとシーボーズが入ってきて、まずどっちや、あれシーボーズが倒したんやったっけな。あー、じゃあスティールが倒したんや、多分。ね、スティールが灰皿を倒してん、喫煙ルームで。で、その時にそのクラブのスタッフさんが掃除しててん。で、その時に倒すから、やってもうたってなるやん。見たらもうスティールめっちゃ謝って、ほんますまぜん言うて、ほんとその後ろでは
シーボーズが灰皿にゲロ吐いとんねん。でそれさすがに店員さんも爆笑してて、もうこの子らやもうまあそこまで楽しんでるからさ、でもやっちゃったってなってるから、もう店員さんにはもうめっちゃ謝ってるわけよ。ほんならあのシーボーズかスティールか忘れたけど、すいませんっつってタバコあげるんで許してくださいって店員に言うてんねんか。何言うてんねん言うて。でその後ションベンしに行こう思って行ったら、シーボーズがションベンしてて、お前ら最高やなみたいなこと言ってて、ほんだらもうシーマ君もうやばいっす俺とか言って、いけるとかって聞いとったら、ちょっとシーマ君お酒おごってくださいとか言って、まだ飲むんかい言うて、あいつらマジ最高やで。マッチの時もな、もう最高のバイブスしてるっすね、マジでねえ。そうゴミさんもね、店いる時ね、インラインやってるとかもね、結構朝早かったりとかもするよね。飯尾さんお疲れ様です、お久しぶりです、ワサプース、お疲れ様です。もういまだにひふみや、今はケイタくんとブラックマフィンことウルマくんのミックス流してるんですけど、はい、もうボンブロの先輩たちのミックスは一生ひふみやで流してます。もう俺ら聞きすぎて次の曲を先に口ずさんだりしてるやつおるからね。ハーディーとか。ほんまにまたいろいろ作品も楽しみにしてます。いやほんま男前対決やったっすよ、ストレイドッグ VS スワンキーモンキーね。まあ、2人でもねライブも行けてるっていう。あ売ってるよ泉ちゃん見る、ひふみやにはやっぱ指すけが推しで並んでるんでね、ひふみやのこのキーホルダーはなんとナイキ SB だけが並んでるっていう、はい、まあちょうどねいいのが1足ずつねキーホルダーついてるから2箇所につけれんちゃうかなみたいな。これだけちょっとな SB ちゃうけど、井田さんはだからこのキーホルダーを取って、これ紐やねん、しかもちゃんとしたで広げて指を入れて、これで指付けやってます、はい、4400円です。キーホルダーにしてはねちょっと値段張るんですけど、なんせクオリティが高いんよな、この距離で見たら普通の靴やもんな。これいいよ泉ちゃん。で大阪のフェダップってお店ではジョーダンとかそっち系も置いてるみたいなんで、要チェックで。さすが電波が鋭いっていう泉ちゃん。そうです、来週月曜日は店におりますよ。シーマさんと言ったら、シーマさんとシンマさん聞き間違われたら、ねシンマくんちゃうかな、シンマ、ボンクラ街道って来るにはシンマっていう俺らのもうお兄ちゃんみたいなラッパーがいまして、でやっぱクラブの中あんな爆音やといつも誰かがシンマって呼んだら 俺も振り返るし、誰かがシーマって呼んだらシンマくんも振り返るっていう、それよくあるあるっす。あるあるある。最近お兄なんか初対面の人に初めましてシーマですとか言って、いやいやややこしいややこしいとか言ってようやりますね。お疲れ様です、ワサプーウェゼプー、アルコール大好きな私も一緒ですって、昼間から飲んだくれて4軒はしごして4月で帰りました、途中意識飛びましたねつって、それ朝まで行ってんのがすごいっすわ、これちょっと無理やね昼から飲んでたら。なんか俺ぐらい の酒飲む量やったら寝て起きてもみんなまだ飲んでそうやもん、ね、みっちゃんと。帰りも出てどっちかなとキョロキョロしてたら、シーマさんをもう少し太らせてメガネかけた方がどこへ行きたいのと。誰やメガネかけた、俺をもう少し太らせた、でメガネかけたラッパーですかね。まあでもいろんな人来てくれてたからな、誰やろうな、ライデンもいなかったしな、うん、どれやろうな。まあでもやっぱりヤサオの集まりってことですよ、はい、結局ね、はい、うん、88の人もね、私シーマさんジャジーヒップホップ聞きますかって、ジャジーヒップホップ、まあそのだからジャズのソースでサンプリングした曲とかも全然好きやし、うん、ジャジーヒップホップって言ったらどんなんなんのかな、ジャジークラブと思いますか。あ最近ジャージーヒップホップ、あチャリソンだ、 DJ チャリソンとか、 D
DJ チャリーさんはジャジーヒップホップなの？スマスイートって曲あるんですけど、それジャズなんや。ジャジークラブっていうジャンルがあって分からへんわ。でもジャズとか好きっすよ。そのジャズを好んでこう毎日聴いてるかって言ったらそうではないけど、あれです、分かりやすいな。ビリケンとか、あれはジャジークラブとか、ビリケンとかクリーピーナッツとか。あ、もうそれでも曲が出てけえへんもん。あのミステリオが歌ってたやつやろ、バトルでな。 BPM 入っていいっすよね。でもね、ジャジーヒップホップも私ラップしたいです、曲も1曲だけありますって、ひふみや行ったらラップしたいですって、ぜひぜひ。だからひふみや、あのやっぱ今夏休みってこともあって、多いんが、サイファーしたいっすっつって、フリースタイルしたいですって言ってくれる人もいれば、曲書いてきたんで、リリック見てくださいっていう人もいるし、音源聞いてくれっていう人もいるし、でなんせね、ひふみやにはこんなクラブの中にあるシステムと変わらんぐらいのサウンドシステムがあるんで、やっぱその発売前とかに、例えば自分でミックスマスタリングしてちょっと聞かせてくれへんし今って言うて、こう聞きに来る人もいますし、ひふみやもそういうショップなんで全然お構いなしに。で中にはこういう、まあお土産でもね、よくみんな買って帰って俺らがサイン書いてっていうのも多いんですけど、このノートとかもリリック帳なんですよ。はい、ちゃんと1行にマスが4つに区切られてて、はい、1行で1小節みたいな。でこれを使って初めてラップする子に自己紹介ラップ、こういう風にリズム取るんやでみたいな感じで教えたりとかね、そんなもんあるし。だから1ページで16小節もの。そうワンバースノート、ぜひぜひ気軽に言ってくださいね。ただちょっとね、服選んでるお客さんが大量いるっていう時はちょっと10分待ってとかね、そういうのちょっとあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます、飯田さん。ありがとうございます。いいよな、かわいいよな、この靴のヒホルダーな。おしゃれっしょ。あ、T ゾーや。噂の T ゾー。ありがとう、マジで。ナイスやったわ。ちょうどな、T ゾーが1回戦で当たってたカイトってやつ。最近は毎週月曜、店終わってからサイファーしてんのよ。あいつ言うとったもん。あいつ多分な、まだバトルでな、ライトスタンド1回も買ってて、買ったことないよな、確かカイトは。で、ね、いつか勝ちたいんです、言うてて、昨日話してたら、いやー、僕の相手いなかったんで、誰が来るかなってドキドキしたら、みたいな。広島のマジな本物の人が来てくれて、負けたんすけど嬉しかったですって言ってたで。かっこいいラップ聞けたんで、目の前でって言ってた。まだ遊び来てない、いつでもフラットな、って言うと。いつもあんな感じで、和気あいあいと。もうね、出身地も、性別も、年齢もバラバラでみんなでローカル底上げしてるからね。よろしくお願いします。お兄さんもお兄さんをよく聞き間違えてキョロキョロしてる模様。あ、お兄さんって呼ばれたらそういうことか。お兄さんはやっぱこう、お兄さんって呼ばれるからこう気づくんや、こう。ああ。え、今お兄さんって言ったみたいなね。あ、やっぱあるあるやな。名前はね。外国人とかってお兄さんのことお兄さんって言う。そう、伸ばすのとかな。ちょっとな。あれやもんな。そういうことや。オーケー、一君最近バス調子いいですつって、俺最近ちょっと外の遊びサボってるわ、あかんわ。釣りなんかも多分2ヶ月ぐらいしてへんもんね、おそらく。うん、ちょっと行くわ、ちょっとやばいわ最近。だからちょっと夏バテえぐいもん、クーラー効いてるとこばっかおるから、もうちょっとやばい。昼飲んで一旦休憩してから夜の部行きましたって、やばすぎる、キャパいわ俺それ多分。だって今昼なんか飲んだら死ぬでしょ、この炎天下なんか。マジで。だから昼間朝10時半ぐらいになって1軒まず飲んでから、うん、ちょっと時間経ってから昼2軒目行くんですよ、うん、いや死ぬって、こんな昼間から。それも俺クラブ行ったんですよ、やばいやろ。ベロンベロンやったもん。ひろかずくんお疲れ様です、ワタップお苦労やん、お疲れ。ラップしたいんす言うて、エニタイムレディやぞ。苦労もな、ライブでな、またライトスタンドも呼びたんやけど、なんせな、毎回ライトスタンドにずっと来てて、俺らにその音源送ったりとか、俺もライブさせてくださいよって言ってくれる熱い若い子がめちゃめちゃ多くてさ、だからちょっと当初のな、もう何組レギュラーで固めようみたいな話もあったんやけど、ちょっともうそれもなしにして、順番に みんなとな、あれしてるんやけど、まだバトルもエントリーしに来てな、クロ。まだライトスタンドではな、ダンスショーケースとかもしたことないから、
絶対かっこいいと思うし、ベースでステージで踊ってな、前ちょっと開けたりしたら、またいつでも遊びおいでや、待ってるぜ。ネイビーマジックとかもな、ずーっとあのカッキーもそうやし、レギュラーでやってくれてるし、おなじみのメンツでおるから、ね、あーヌジャベスさん、ブダモンクさん、あグリーンアサシンダラーさん、あでもそっかジャジーか、全然聞くかな。でも昔っていうか、プレイリストとかでは聞くこと多いかもしれんな。そのサンプリングソースのプレイリストとかいろいろあるやん。ジャズのヒップホップとかさ、2000年代とか 90s とかよくあるやんか。ああいうのでよく聞くこと多いかな。いや暑いっすよ、もう俺ちょっとね、もう怖いもん。だってクーラー18度でつけて室内おんのにずっと水飲んでんすよ、マジで。1日1本っすよ、営業中に飲む。まあ俺タラでさえでもね、普段からもコットンマウス野郎なんであれなんですけど、水もよう飲むし、ちょっとやばいっすね今年夏、殺しに来てますマジで。ペットボトル症候群とか出してるよな、なんか言うよな、ジュースばっか飲んだらあかんみたいな。なジュース飲んでも基本まだ喉乾くもん、水でいいよ。いいね、ヒップホップラップスクールですっつって、やっぱね、あの飛騨塾ってね、ワードがね、もう生まれてるように、やっぱいろんなことね、あの学べますからね。まあでもあのなんていうかな、これやったあかん、やっていいとか、もうそういうのも、もうヒップホップは自由やからね、やったあかんことやって肩身狭なんの自分やしみたいなね、そういうのはやっぱストリートに出てクラブとかいろんなところに行って関係性を増やして学ぶことやもんね。ラップのことはね、ヒダさんはじめひふみやの時、空いてる時に来てくれたらね話せるんですけど、あとは自分しないっすね。ヒップホップ以外の音楽も聞きますけど、まあハウスとかよりもレゲエが一番多いかな。うん、レゲエはもう俺もラップやる前はあのレゲエのサウンドマン目指してたぐらいなんで、実は現場デビューはしたことないんですけど、だから俺はターンテーブルの使い方とか習ったのも実は全部7インチですね、ドーナツ版でめちゃめちゃ練習してました。だから初めてその、まあ、ミディアムかな、ジャマイカのゆるいレゲエ聴いて、なんかこんな気持ちいい音楽世の中にあんねやと思って、高1の時にすごい衝撃を受けたの覚えてるな。そっからだってもうあのタンテの使い方を教えてくれたやつが古いタンテくれてさ、イランレコード7インチくれて、で家持って帰って実家で爆音でやりながら、あの部屋に何ボブ周りのフラッグとか貼ってたもん。貼ってた貼ってた。ゴミさんランチタイム、ランチタイムスピークしちゃう、ちょっとランチブレイクスね、出るんすか、いいですね。そう、あの焼き出したんはな、焼き出したん早かったん、今年ほんま5月ぐらいからドゥーラグ1個であの野外イベントとか何個かあったから行ってたからさ、もうここあの日焼けえぐいで俺。そうそうそう、あ9月15ね、もう先に言っちゃうっていう。まだ言うてないのにみたいな。はい、正明はライブ決まりましたけどね、お願いします。あ、苦労、仕事辞めたんや。暑い暑い、暑いんかどうかはちょっとあれだけど、暑いやろな、時間増えるやろ、好きなことできるな。そんだけなら、もう苦労ぐらい若かったらもう1回や2回な、仕事就職して辞めたかでもう関係あれへんで、これから先。関係ない関係ない、遊ぼうぜ。それこそな、だってバトル出たら賞金もらえんねんから、その日の1日の日当分以上はもらえるしな、仕事になるし、うん、いいっすよね。オールスター日は寝て終わってしまいました。だから今は俺でもあるっすね、もうやっぱ若い時は2日3日とかもうはしゃいで行ってましたけど、無理っすね、次の日も腐ったかのように寝るもん、マジで。ランチブレイクスに出演された時一緒に答えてもらったのもいい記念になりました。あ、そのラジオでね、こう質問を受け付けて飛ばしたりとかして、あ、でも分かるっすわ、俺もあのちっちゃい頃からあの親父がもともと超ラジオっ子で、で俺も妹もめっちゃラジオ、まあ車で移動中とか家おっても毎日ラジオを聞いてたような家やったから、なんかあの気ぃついた頃にはラジカセで妹と二人でラジオのモノマネして声吹き入れたりとかようやってて、で物心ついて初めて
あのラジオ局にリクエストして曲かかった時はめちゃめちゃ嬉しかったね。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ覚えてるわ。ジュリちゃんワサプ、ジュリちゃん新しいあの新曲 PV、 あれアルバムなんかな、 PV 上がってたよな。あれやったらもう URL とかコメント欄書いちゃってや、全然告知に使ってよっつって。18日カンさんの復活イブスチーム組織にお呼ばれされ、東京渋谷行ってきたよっつって、ほなみちゃんおったよっつって。そう、ほなみちゃんはね AKA 出没みちゃんなんで、はい、熱いあの気持ち持ってね、もうこっちの方にも来てくれるしね。だから俺らもあの関東、まあ、関西にも会うけど関東行ってほなみちゃんおったらちょっとホッとすもんね。あいつって今日もおるよ言って。そうそうそうですよ、ひだ塾最高ですよね。そんなひだ塾ね、はい、すいません、すいません、いいですか、はい、そんなひだ塾なんですけどね、はい、なんと、はい、本になりましたということでね、はい、悩める青春時代を生きてる中高生がね、ひだじいに対して悩み相談をするっていうコーナーがありまして、はい、でそれにひだじいが悩みを答えていろんな話をするっていう。でその他にも、はい、しげちよさん、組合長エロンさん、しんごさん、ビリーボンカゆうぎくんで、その中に俺も入ってて、中高生の悩みに俺らも答えながらひださんとの思い出話を話してるっていうね、かなり面白い本なんで、ね、ぜひ読んでください。一冊2000円です。はい。で、なんと、まあ、一番初め、ちょっと目次から見ようかな。これは全部読んだんですけど、はい。バース1。はい。未来を一網打尽、将来の壁、進路の壁。こういうリアルな、悩み相談に日田さんが答えてるっていう。ほんで、証言1。ひだやんは愛すべきクズ、エローン、サチューシー。ってことで、この、証言1ではチーフロッカー組合長とエローンさんが日田さんとの思い出を喋ってるんですけど、その入りがねめっちゃ面白いんですよ。あ、まず本を書いてはる方がその組合長エローンさん、それこそシンゴさん、ユーギくん、シゲチオさん、ウィリーウォンカー、俺っつって質問をしてくれるんですよ。日田さんとの出会いはいつ頃やったんですかみたいな感じでこう思い出話が続いていくんやけど、一番初めね、今日はひだじいという人を一番よく知るお二人にお話を伺います。組合長とエロンさんですよ。お二人にとってひだじいってどんな人なのかっていうのを伺いた…てん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 、はい、エロンさんクズやな、サチューシーさんうんクズやな、本の開始がクズやなから始まってるっていう。組合愛やばいっていう、ここで俺はまず声出して笑ったもんね、こうって言うっていう、はい、電車で読むとき気をつけて思って、そうそう、だからニート東京とかでもね、日田さんが話してる内容とはまた違うような熱い話も聞けたりするんでね、街録とかね、ああいうのでも話してないのがいっぱいあるんで、皆さんぜひ読んでください。グリーンアサシンダラーさんのビートおしゃれすぎて女の子に聞かせたいです。確かにね、好きな人多そう、ビートだけで聞けるっすもんね、もうかっこよすぎてね。夏は昼に緑茶杯っつって、夜ガシャガシャですねって、結局かい。結局ね、結局かいっつって、結局ね、そうなんですね。レゲエ DJ もできるでしょうねって、いやレゲエ DJ はねちょっとね、もうようやらんすよ、やっぱ周りのやつらがもうかっこよすぎて、うん、ようやらんすごすぎるっていうねえ。あ、違う違う、俺がラジオ出てたんじゃなくてね、そうそう、俺が子供の時にリクエストしたこともあったなみたいなね、お便りみたいなね、ラジオ、あ、エビスさんお疲れ様です、マッチありがとうございました。エビスさん、あ、スタジオ来てますが暑いですつって、うわスタジオ、そっか、そやね、クーラー一個ずつついててもやね。それだって熱ね入れて熱いことを死にスタジオ行ってるからね、もう涼しくても熱なってまうみたいなね、皮膚やもんだって温度なんかもうこれほんまに18度なんかなっていう感じっすよ、マジで間違いない。うーん、あ、ウーバーいつも結構稼ぐと聞きました。まあでも人次第でしょ、人次第、時間帯次第、エリア次第みたいなとこもあるでしょうね。まあでもプッシャーの方が稼げんちゃいます。入るっすか、入れたの、すいません、しょうもない冗談言うちゃって。
でも昔流行ったよな、なんかウーバーイーツのあのバックショってその中にないろんなもん入れた運び屋みたいな、捕まってましたけどね。服って大体いくらぐらいしますかつって、ひふみ屋でね一番今んとこ安い服はね、いや、ミステリオ T シャツやね。あ、うん、ミステリオが自分でデザインした、手書きで書いた服のデザインがあるんやけど、は4000円かな、うん、でも高くても7150円とか、うん、ドープとか7150円ちゃうかったっけ、確かちゃうかったっけ、全な一番高くて T シャツは7150円かな、うん、だからパーカーとかなるとね1万円前後とか、うん、なってくるんですけど、 T シャツはそんなもんよ。そらだってもうな、いろんなエリアから若い頃いっぱい来てくれんのに小遣いじゃ買われへんみたいな、やっぱ値段設定はちょっとな、うん、ハイブランドじゃないから、ひふみ屋はハイライフなんで、よろしくお願いします。ひふみ屋やったらね、年始のあの福袋やったらね、いっぱい買ってから、うん、そうそう、もう言うたらもう半年やな、はい、で妹さん美人そうですって、あ、残念ながら妹ね俺に似てないんですよ、親父に似てて、俺はおかん似てるんで、ちょっとね妹とは全然そっくりじゃないんですけど、でもやっぱ妹の子供見てたらほんまあの妹のちっちゃい時見てるみたい、もうそっくり。やっぱ血って濃いな言うて。それこそ般若さんもデビュー前にジブさんとユウさんにありましたね、ナイトフライトでしたっけ、ありましたよね。俺ももちろんタイムリーでね聞いてた世代ではないんですけど、うん、懐かしいですね。だって当時はね、その般若っていうのもグループ名やと言ってましたもんね。確かほなみちゃんワザプー、噂のまつみですって、そうや、さっき話してたよほなみちゃんの。街良かったでしょ、エビスさん。またね、8月終わって9月からちょっとマッチのまあイベントの内容もちょっと変えていこうかなと思ってまして、また改めて発表はすると思うんですけど、もっともっとうん、若いまあプレイヤーのね、若いプレイヤーのみんながハングリーにマイクを取りに来て、でその延長でこう熱いことやってるらしいって噂を聞きつけてくれた恵比寿さんみたいなね、熱いリスナーのみんながこう来てくれて一つになれればなっていうイベントなんで、ナイスマッチみたいな、トゥーマッチ、ご期待ください。ぶちかますぜっつって、あずみちゃんみんなね、ジュリちゃん新しいね MV 上がってますんで、ちなみにそう、ジュリちゃんは何年か前のラップスターでもね、サイファーまで行ってぶちかましてたね、フィメールラッパーでね超イケてて、俺もな、コロナの時に某配信アプリでな、ラップ配信してて、そこで知り合ったみたいな感じなんやけど、熱い話やで、言うて。ぜひ、ジュリちゃんチェックよろしくし。そう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 、噂のボスミちゃんですよ。キツボスミちゃん。ぜひ本読んでください。一網打尽もね、シングルもないよな。さすがに売り切れたよな。ちょっとだけあったんすけどね、売り切れましたね。南さんお疲れ様です、わさぷー。そう、ボブマーリーまだ見てないね、ジュリちゃん。やけどな、明日キングダム見に行こうかな。しかも一人で、映画館ちょっと俺一人で行きたいタイプやね、結構。あ、そう、結構なんやったら前のキングダムは一人で渋谷で見たから。一人で暇やなってなって、で延泊してて、俺ちょっと用事があって夜暇やなってなって、キングダム見に行こうと思って。さすがにちょっと映画館で声かけられるの嫌やから。一人ですか、言う。渋い、先週も収録パーティーしてましたつって、仕事よりしてますつって、熱すぎるやろマジで、収録パーティーやばいっすね。雪乃さんかな、お疲れ様です、ハート、指ハートのファンサービスくださいつって、こうやな。もう話そうとしてたよみたいな、慣れてないです。これでいいんじゃん、でもこれでもやってる人もうミンクなったよな、やばい、またこっちの方が見れそうね。それは俺らの周りだけやね。ちなみにゆきのさん、まあね、世の中ではこう
何だっけ、指ハート、こうアイドルとかね有名な人のもいっぱいやってますけど、俺らのあの指ハートと同じポーズしていいですか、意味合いは同じっていう、トンプレトンプレこれあの俺らで言うあの指ハートと一緒なんで、ハート作ってもうてみたいなトンプレ、まだやらしい、そうそうねえ、だからあの一回 Uber とかで配達して人気ある人とかはね、もうずっと同じ人に頼むみたいな人もいそうですけどね。あー石垣島明日台風直撃、なんかもう台風来てましたね南さんね、今季1号かな、早いて早いて、こっちもね明日は雷っすね、明日釣り行こう思ってたのに、明日雷、くそやらせも聞いた、そうね、あーでも金曜日も行けるわ思ったけど、金曜日甲子園やから、あかんあかんあかん、あ行くんですか今回、甲子園行きますよ、ウルトラの夏シニガンとね、シーマさんの主催イベント行って、何言っても否定しかされない私も主張したいという思いが強くなりました、とりあえず心の中に溜まっていることなど書くことは続けようと思います、間違いないっす、はい、だからもうあれっすよ、のりゆくさん、そのねポジティブネガティブ置いといて、やっぱこのご時世情報量が多いんすよ、何しててもね、電車乗って携帯チラー見たらこうツイッターやインスタや言うて何でも情報ニュースも見れるし、やっぱねインプットが多いんす、こういっぱい入ってくるのが、目に映るもんもそうやし、ほんでこう SNS とか見たらね、誰かのこう、まあ、否定的なツイートであったりアンチであったりとか、そういうネガティブ要素もいっぱいあるやんか、だからやっぱねアウトプットせんと溜まっていく一方なんで、やっぱ人間にもねキャパシティあると思います俺は、だからもうある程度溜めたら溜めたでスピットやー言うてぶちまけたらいいんすよ、それこそね、だからこのご時世別に俺はでも今まではね、そのどういうヒップホップを教えて継承で教えてきてもらったか言うたらこう現場に出てサバイブしてみたいなタイプやけど、このご時世やっぱ現場でライブせんでもさ、ネットがあって、うん、どこにいても何歳であろうとも曲を出せたりとかするわけやんか、だから別にねこれ私やねんって言わんでも曲作ってね、黙って配信とか YouTube に上げるだけとかでも全然ありやと思うし、で絶対にやっぱこの国に同じようなこと思ってるやつっているんすよ、絶対に絶対におるんす、だからヒップホップでもヘッズが湧くし、うん、あ俺もこの人みたいに生きようと思うね、あのヘッズが増えたりとかもするし、そういうことやと思います、アウトプットしていきましょう、リベロさんまた待ってます、ダマッチこの間はあのねマイスターがねもうねヤバすぎた、もうすごかったんですよ、で終わってから直樹がいなくなって、直樹どこ行った言うて見たらあのブースの裏側でひっくり返ってましたねマジでマジで、そうぐらいもうほんま全身全霊でバリボスって、そうすごかった、で直樹なんでそんなになってたっけな思っていろいろ思い返してみたら、ヘイズカフェでケント先生があの一日店長してるからシーマ一瞬行ってくるわ言うて帰ってきたら、146行ってヘイズカフェ行ってキンストンラウンジ行って帰ってきた言うて、お前朝何時やねん今言うて、まだ12時やで言うてでそこで元マンに大体揺れたかな、それでもうベロベロなって帰ってきて、こいつ大丈夫かな思っとったら鬼ボス行くっていう、ビッグアップマイスター、さすがだぜ、うらかったですね、あのヒロさんが、俺もやっぱこうねあのマッチでマイスターがいろいろずっと付き合ってくれるようになってから、さらに鉄くんとも仲良くなったしね、最高ですよぜひまたかましてきてください、ちょちょちょ見た今タラのグーサインやね、一生懸命指ハートもう一回やろうかな思ったらもう滑りすぎてこうなってそうよ、気持ちはアイドルやから、そうやで、ローラースケート履いたろうかな思うでいつの時代やねん一人映画したことないです、一人映画めっちゃいいよ、だってあの映画館の近くで一人でずーっとあのギリギリまでジョイント吸えるんよ、ほなみちゃんそうなんか俺らみたいなやつが何人かで映画見に行こうぜってたむろしてたらそんなあかんやんか、一人やったらこそーとねパパッつって行こうか言うて、
青戸やっぱり良かったっつって、前の人も揺れてましたっつって、ゴンフィンガー上げてなかったポンピラハートこれやから、ポンピラ、そうそう、ポンピラ。シマ、これタバコってすよ、どうすか。あ、これです、いいよ。あ、ここはね、あの常連さんの前面は行っていいですよ。マジやばい、熱い。てか、そんなにフリー、あ、なんでそんなにフリースタイル強いんですかっつって、こう見えても弱い日だってあるんやで、心が弱い日だってあるんやで一世紀に一回ぐらい何年に生きんねん言うてお前キングダムは吉沢亮、吉沢亮はイケメンの俳優ですね、俳優さん、どの役の人やろ、俺分からへんわ、吉沢亮さんの役か、どの役の人やろ、あ、聖かなかな、どうなんやろ、え、聖ちゃう、聖やったっけ、名前何やった、吉沢亮さんですか、え、どの役なんやろ、吉沢亮出てないの、そもそも、え、出てるんちゃう、多分参考ですって本当にありがとうございます、人生頑張ります、大丈夫っす、あの俺みたいなクズでも生きてるんで、はい、あ、真の国王や、真の国王、やっぱそうやな男前やな、吉沢亮は仮面ライダーの目にしかないっすね、俺は、そうなんや、だいぶ10年ぐらい前ですけど、仮面ライダーの人なんや、そうですね、元々仮面ライダー、あの福士蒼汰と一緒に、あ、そうなんや、福士蒼汰さんってその亡くなった方やんな、中谷あれあれあれ、最近一時期、両手の親指と人差し指で作るハート、あ、梅野がやってるやつな、これでも嫌ちゃう、こうちゃん、これあの阪神の梅野がやってるやつですよ、梅野がこうか、あ、こう、こうか、梅野でもこうやってやってたよ、うん、ポンペラ、ポンペラ、いや、ほんまに情報化社会すぎてね、何を信じていいかわからんくなるしね、当てにしすぎてもダメっすね、これほんまに、ワザプー、ありがとう、やばいっすよ、やっぱね、直樹が本気の夜はやっぱ楽しいっすねそう、直樹やっぱ持ってますよ、やつは、だってあいつがね、何、あの、なんとかすなみたいな、あの千鳥のノリで言うてるやつとかもう俺らみんな口癖映ってますからね、千鳥からちゃうっていう、直樹からっていうねえ、ローラースケートのアイドル分かる子いるっつって、多分やけど俺も生まれて 1,2 歳ぐらいやからな、多分やけど、ようこそやろ、いやー、なんで知ってんねん、なんで二十歳が知ってんねん言うてね、そこら辺の世代の元アイドルが知り合いなので、あ、そうなんや、あの、五十嵐修司って言ってますけど、元々あの、D-Rateみたいな感じなんですけど、D-Rateみたいな DJ?D-Rateじゃない、なんかようとか、ルーキーズとか出とった、知り合いなんで、その世代なんですよ、やばいやんそこら辺が、ドミクでございます、あのね、真剣佑くんとかの話も全部入ってくるんですよ、分からんわ俺、真剣佑ってそれ必殺技あとあやめ剛さんとか、必殺技、あやめ剛さんとか、あやめ剛さん分かるよ、あやめ剛さんが一時間のソフレおらんと寝られんかったみたいな、ソイネフレンドおらんと寝られんかったみたいな話あるんですよ、まあまあ芸能人なんか大体そんなもんやろ、あなた真剣佑くんが五十嵐俊二さんで言うけど、俊二、俺お前のためにマティネ作ったわっつって、っていう話もいろいろ聞くんですよ、あ、じゃあその人も俳優さんや、マッケンユー、ネシゴエーター、あ、王になる人ですって、男前やね、あの人ね、これだけハンドサインあるのに被らない、ちなみにあの、これも覚えてくださいよ、これ俺らのクルーのハンドサインなんで、これでけへん人多いんですけど、俺あのこれやるためにあのここの関節あの自ら切りました、嘘です、やりなさい、その前88、
これで88やから、はい、ハッパポッセリベラさんまだ遊んでください、マッチも待ってます。次あれなんですよ、もういないかな、ユービットくんがちょっと偶数月だけザマッチレギュラーで来てくれることになりましたんで、またセッション見たいです、お願いします。そう、光源氏光源氏ね、懐かしいやろ。タイガーヤマンな、苦労はな、もうできるっていうハーパポス、そう、指で変えるとかもあったね、あったあった、なんかこんなんね、こんなんねあったあった、親指NBA にするんじゃないですか、それ。うん、そうなんすよ。ほんで8月のゲストがヒップホップはボイルライムの俺の相棒のトラッシュなんですけど、レゲエがねアークマン呼んでるんで、もうラバダブのプロアークマン呼んでるんで、ぜひよかったらマイク握りきてください、お願いします。俺とマイク握られてもずっとあーいって出そうですもん、うん、やばいで、やばいみたいな。いいね、今ナンバーグランドカゲス新喜劇見てましたっつってなー、シゲジーの回見たかったな、一回生で、もう終わったっぽいけどな、引退したんやろ。そやね、あの吉本見に行ったらバリおもろいもんな、高いけどな、うん、高いけどおもろいよな。熱い、厨房の時からハッパボスのハンドさん今にしてましたって、嬉しいね。だな、もうクローもブランチとかもな含めずっと来てくれたからな、私はもうどれか集めてましたっつって、あ、ごまき推し、ごまきの当て字やばすぎるやろ、でほなみちゃん、修行してそう、ごま修行してそう、ごまきね。でもなやっぱなんやろ、オンラインゲームとかな、ちょっとやろうかなと思ってきたよ、ごまきと出会えるんやろやばいよね。そうなんですよ、俺おかんにで、もうね、ヒゲ剃ってね、カツラかぶったらおかんって言われるんですよね、ほんまに。だから西宮市内で俺の顔そっくりなおばはんがレジに立ってるローソン見つけたら、俺のおかんや思ってくださいで、そこ俺んちやと思ってください、はい、実家ローソンなんで変換ミスバリカツイっつって、ごまき、ぜひぜひ。明日は誰がいるかな、店はハーディーかミステリオがいるんちゃうかな、もしかして。ぜひぜひ、よいしょ。せやな、ブランチはちょっとまあやらへんかもせえへんな、ちょっと今んところはやろうかって話はまだしてないな。まあでもライトスタンドとかね、俺とみっちゃんでやってるし、まあバイブス的にはほんまブランチと一緒よ、みんなを巻き込んで気軽に遊ぼうぜみたいな。ごまきの出現はとても衝撃やったっすね。あれどれぐらいから来ましたっけ、ごまきって。俺はカゴちゃん派やったけどだってカゴちゃんがタバコ吸うてるみたいななんかあったやんか、未成年で同行して。やっぱ俺カゴちゃんファンやったからね、街歩いててあらゆる喫煙所でカゴちゃんおらんかな思って見てたもんやばいですよ、うん、辻ちゃんは言うてたまにクソの中出てきたポケモンじゃないですよぐらい見ててましたよ、うん、アホナミちゃんお父さんになんや、誰にやろ。あ、石川梨花とかいたね、いたね、石川梨花ね。そう考えたらでもモームスってすごいよな、うん、だって吉沢確かなんか車で事故ったかそんなんやろ、あ、で、カゴちゃん喫煙系やろ、で、矢口が騎乗位やろ不倫騎乗位やろ、結構パンチ効いてんな、クルーな。モーニング娘。とかイブニング娘。なあ、やっぱ溜まってはったんやね、そのいろいろ、ね、ちっちゃい若い時にな、そういう動きしてたら、日本の未来はウォーウォー言うてねえ、ジェラードンの西本は知人です。角刈りの人こ、あー、はいはい、あの人面白い、めっちゃ面白い。なんか角刈りの肩に切ってこう走ってる動画のやつめっちゃ面白かったわ、うん、懐かしいっすね、ごまきのなんて書いてんねやろ、
あ、ごまきの弟かわいそうつって、いやーどっちかっつったらごまきの方がかわいそうでしょ知らんけど知らんけど、姉ちゃん絶好調の時に弟捕まってるんですからね、姉ちゃんの方がかわいそうでしょ。しかもあのごまきの弟なんかわけわからんこと言うてましたやん、ヒップホップのフェスがどうこうつって、ヒップホップじゃないやつが勝たんなつって、なんかありましたよちょっと前に、偉そうな、ブレイキングダウンでちょっと有名になったぐらいの時、あれ見ててしんどかったわ。え、いや高校生だとバリアツですね。あ、発表されてるの今、ローンローが発表されました。ローンローとサージとクラウスと当てられてくる、あとはいや、なんかもう誰が発表されてへんかわからんが、知ってても、もうそういう話やっぱしたかんなサージはやばいっすよ。サージ、サージってやつなんですよ、今マカ君の曲やってます。うわそれは強そうやな。ジャニーズより前に結構やった。いや、ジャニーズが一番よ、一番。あのホモジジイやろホモジジイが元祖やからな、アイドルは。 あいつはやばいよ今頃もう地獄で地獄よ、あんなやつ。おむす懐かしいね、メンバー今でも可愛いですよねつって、他のメンバーが全然出てけへんけど、ジャニーズか、うん、モームス。でも何してんのやろな、みんな。だからモームスの何かメンバー入れ替わってると思う。今もあるんやろ、モーニング娘。あ、あると思うんですけど、AKB もそうですよね、なんか見ないですよね、AKB。 まあもう出たくないんちゃう、テレビとかに。あ、忙しくてね。それこそ家族とかできたらもう静かに暮らしたいと思ってはるやろな、多分な。出ない時は AKB のことが、私のことは嫌いになっても AKB のことが嫌いになってもあの一番初めに辞めた子や、あの寄り目の子や。最近 YouTube がなんかで見分けましたけど、ごまき綺麗すぎましたって。ごまきがずっと綺麗、絶対知らんけど絶対綺麗、すっぴんでも綺麗やろあれ。あ、歌番夏ありましたね。だからなんかアイドルやねんけど、そういうお笑いもなんかこう結構ね、まあ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 、あの中居くんとタカさんがあれなんかもせんけど、確かに確かに爆発したね。そう考えたら当時音楽番組多かったよなね、まあ芸人さんとみたいな。マッシュではなく角刈り流行ってほしいですよ。まあ、ヒップホップ会話の人なんかちょいちょいいるイメージやな、角刈りは。うん、ソックスさんとかもそうやな、ね、うん、角刈りの歌歌ってはるし、渋いですけどね、綺麗かったらね。あ、コーラの優勝予想は千春っつってね。あ、めっちゃ迷ってるけど、ベストフォーアンサーも言わなかった。そうなんや、コーラはちょっと見てへんからな、あのトーナメント表を。激ラはね、発表されるとトーナメントも出ないんですよ。あ、まだなんや。なるほどなるほど。今あの出場者がどんどん上がるので94人みたいな感じで。まあ激ラはね、あの番組の YouTube で俺あの優勝予想してるんで、よかったら見てほしいんですけど。横浜のブルースじゃないですか、ライトサンド。うん、あいつも出るらしいですよ。あ、そうなんや。あ、そうそうそう、言うてたで。ブルースも出るし、あとしかもあのクリス・コールとやろ、一回戦ちゃうので、しかし、なんか千春と HH が当たると聞いたんですよ。あれやで、激ラやで。あ、激ラか、そうそう、ラップ選手権は見てへんけど、激ラはトーナメント確かそうなんちゃうかったっけ。激ラクリス・コーラ、クリス・コーラ誰だっけ、あいつ。え、そうそう、そいつとやで、ブルースと。ブルースや、確か。いや、熱いなぁ。どこかにレイズ・ババアもいそうですよねって、韓国とかだけ。なんで韓国ジョイスやねジョイスおる。いやいや、多分日本にもおるて、絶対おるて、そういうおばはん。なんかでも問題なってたやんか、それこそ思い出したわ、俺見たで、ね、ネットニュース。まあ、それもほんまか知らんけどな、なんや、 NMB ちゃう、 AKB のあの超有名な人がなんかその若いアイドルにバリちょっかい出してて、若いアイドルがバリ嫌そうやな写真みたいなのが見たわ、パッと来たやつありそうありそう。やばいな。シーマさんが UMB 決勝まで行った時のアウターを教えてほしいです。あ、あれな、白のジャケットな、あれアフターベースよ、トラッシュが働いてた時のやつや。結構昔やからもうあれやけど、
あれアフターベースやね。あの時だから俺パンツとかもバレ細いからな、サイズを落とそうとしてた時の年代ちゃうかな多分。で元戻るっていうね、ごまき弟ね。歌番ヘイヘイヘイ M ステカウントダウン TV ね、あ確かに懐かしいね。今はないんかな、カウントダウン TV 多分今終わるっすよ。あるんや、はい、宮川大輔が角刈りが嫌いだそうです。滑らない話で言ってあんま変わらんでしょ宮川大輔。どんな中なんかこうの短いツンツンやろ、あんま変わらへん。千鳥の信子大吾のなんかおばあちゃんの名前めっちゃおもろいんや。あ、そうなんや。全員爆笑しとったぞ千鳥。お話したけどおもろいもんなあいつは。あ、確かに、そっか、そうやねって。歌番組が減った理由もそうやね、 CD があれやからっていうことなんかな。まあ、紅白みたいなのしないですもんね。ほんまやな、確かに確かに。そうか。お、ヨハネスお疲れ。今日ちょうどユーキックスさんとの試合見ました。バッチ渋かったです。あー、俺が初めて UMB の兵庫代表になった時か。夏あれな、あれ裏の話めっちゃあんねん。やっぱ神戸ってその兵庫はやっぱ世代関係なくみんな仲いいんよな。知り合いばっかりやし、うわーってなっててんけど、やっぱ戦いやしで2日間ぐらい俺飯抜いていてて、でもナチュラルでパキってて、で確かねブービー君とも当たってた年やろそれ。ケムシ君っていう方が多分出てはったと思うんやけど、そのケムシ君がもう俺らがお世話になりまくってるもうボスなんよ。でその当時ケムシ君に、ケムシ君が吉田のブービーさんとやって勝った方が俺とやってん確か。ほんでケムシ君が負けてしまって、でシーマー言うてケムシ君に呼ばれて、やっぱめっちゃ先輩やしで、はいっつってこうやりたかったっすみたいなこと言うてたら、シーマーっつって殺しとこいあいつみたいな、言葉で殺しとこいみたいな感じを言ってもらえて、もう最後までこの状態やった俺マジでうーみたいな、めっちゃ覚えてる。一番今までのバトルでこうもう研ぎ澄まして相手殺す気で言ってたな一回きりの気持ちやったね、あれは。懐かしい指原さん、そう指原さんね、なんかあったよね。こんにちは、はじめまして。指すきの店内でもやってるお客さんいますよ。ちょっと薄さにやるとこか。やってますやってます。俺はでもそんな言うてできてずっとキックフリップ練習してますヒールは無理ですつって渋谷区は同性結婚が認められてます言うて、あ、女女性と女性とか男性と男性とか、まあ同性結婚はどうなんやろう、別に自分に関係ないから別にええかなとか思うけど、どうなんやろうね同性結婚。そのメリットデメリットが聞きたいわ同性婚の。でもあのジェンダーレスちゃうわね、 LGBT みたいなね、あれは反対やね気持ち悪い。別にええけど女好きか男好きかなんかもう俺の人生に関係あれへんからでもどうせな、ええねんけど、でも絶対被害出てくるよあれは、絶対に事件起きまくる。あー宝塚もバチバチバリバリの縦社会、そうだから宝塚はあのみっちゃん地元宝塚なんでね。あーそうそうそう、みっちゃん見てたら分かりますね。タイゼンもそうじゃない、タイゼンとかも宝塚、タイゼンも宝塚。最近は LGBT に対する偏見あんまないんですよね。偏見っていうか俺は正しい意見を思ってますけどねいやマジでマジでマジで、うん、いやよう分からん、なんやねんその気持ち、女やったら女風呂入っていいみたいな、絶対あかんやろ、何言うてんねんつって、ついとったらついて頭おかしいんじゃんそう、ついてるついてないで判断したらええんよ。ついてなかったらそんな事件ならへんねんから、レイプだってないんやから、挿入がないんやから。気持ち女やからって、あの男が女子力めてたから、そうそうそう、あれ問題になってるやん今どっかの国で、あんなもん食ったから、あの MC バトルでたまにおんねん、この何誰かがさ「ビッチが!」とかで言ったらさ、とっさにさなんかこう「バティボーイ!」とかいう反応に対してさ「いや何言ってんだ今の時代は LGBT です」と「歯気色悪」みたいな、何言ってんねんお前言うて、頭湧いてんのかっつって
知らんがなっつって過ぎてたら男だっすよね。そうやつおんもんたまにラッパー。いやおってええと思うねんで、おってええと思うねんけど、俺はおってええと思うし、何言ってもええと思うけど、俺も何言ってええと思うし、だからキモいと思う。頭いかれてんかなみたいな。すいません失礼しました、取り乱しました。せやねー、あの呼ばれてたんやけどね、レオくん、あの阪神タイガースからちょっとオールスター頼むわ言うて、ちょっとあのひふみやなんで言うて、ちょっとね今日は断ってて、ね、そうなんですよ、あんま行こうって言われとったんですけど、うん、あのドンデンの代わりにね、あの監督してくれ言われてたんやけど、ちょっとね今日はあんまコーチ言われとったんですよ。ランナーコーチ、あの阪神ちゃうやろ、あれちゃうチームの監督がおるやろっつって。名古屋のプリメラさん分からへんっすね、どうやろ。オールスター始まった、やっぱこれぐらいやね時間ね。いやー俺はあのもうどっちが勝とうが誰が活躍しようが言えねんけど、後で見んのが楽しみやからね、もうちょっとでも見えへんよ俺は。あぜひぜひ、俺ヒューメイ行ったことないから行ってみたいなーつって。だからやっぱな、エレベーターもステッカーいっぱい貼ってあって、落書きまみれて階段も、わヒューメイこんなとこあんのかなーとか言って、うわ怖いなーと思うけど、ドア開けたらもういつも通りの明るいヒューメイが待ってるから、全然なんか気味悪いな思ったら早いこと4階に来て、あのドア開けたら明るいから大丈夫です、お待ちしております。UMB2018 ってことは誰やろな、チャンピオンはムートンか、あスタジオコースト2階にいましたつって。あってことは87世代ですか、松島君何歳だったっけ、もっと上かな、なんかTK さんと一緒っていう気がする。あ、そうやね、87やね、87や。いやキモいやろ、マジでキモいやろ。いやだから、いやほんまに悩んでる人いんのもリアルや、うん、いやわかんねん、それもわかんねんけどみたいな、その心がどっちならこっちもいけるみたいな考えがキモいねん。あれですよ、あれですよ、トランスエイジからですよ、心は実年齢は50歳やけど心は6歳から小学校旅行に行くみたいな。いや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 、それはあかんやろ、それはあかんやろ。女お前そのうちもライトスタンドで売ってまうから。あの50歳ぐらいのおっちゃんがな、すみません18歳以下ですよ気持ちは言うて1500円ですって、いやお前2000円払え言うていろんなやつ出てくるってそれ。なあ、あそうやな、宝塚やとな、セルダムとクローとかな、うん、カオスな時代やわ、うん、それが両方ある人は面白い、気持ちは50歳男で気持ちはなんか17歳の女の子みたいな、でも普通にこういう年齢入るんやろ。日本やアメリカでは LGB までは理解進みつつありますが、てか、あ、だからね、ミートマネーさん、俺そこまでも分かってないんですよ、その LGBT が何の略かっていうのも分かってないし、そのちっちゃい知識しかないんで、その心がどっちなら女性、え、心が女なら女風呂入れるし、女子トイレ入れるし、そう、女子の代表でスポーツできるし、みたいなことしか知らんから、それが俺 LGBT やと思ってたけど、他にはあるんですね。レズ、ゲイ、バイセクシャル、あ、そういうことな。やっとクエスチョンする。なるほど。女性同士、男同士、あと、どっちもいけるみたいな。あが LGBT。で、T が、生物カップでみたいな。なるほど。あ、ってなるとそうやわ。俺もそうっすわ、ミートマニアさん。いや、こちらこそ失礼しました。そう、それ俺もそうやわ。LGB までは。でもまあなぁ、もうこれもなぁ、もう、あれやけど、俺の意見やで、ね。俺の思ってることは、何べんも言うねん。その赤の他人が、例えば男性が男性好きだろうが、女性が女性好きだろうが、もう、関係ないやん、正味。興味ないし興味ないし関係ないや、生きてるうちにそんなんかかることないねんから。けど病気の人だっているし、自分の友達にそういう病気ね持ったやつとか今後今からでもできるかもせえへん。けど俺は友達やったら言う、友達やもんだって。お前のそういう病気もお前のそういう性格というか性癖か分からんけど理解してんで言うて、でもキモいでっつって俺普通に言う。だってキモいと思ってんもん。まあ、ね、別にええと思うよ、知らん人は。ええとは思う、知らん人も知らんもん赤のためには知らんよ、女も。だからあれ今あれさ、LGBT から Q ってクエスチョンみたいな、自分の性別とどっちか分からんみたいなズボン下ろしたら分かるもんズボン下ろしたら分かる気持ちの話やな、気持ちの話やな
ねえ、タバコだと信じ切ってウィードしてたらそれはウィードですもんねって、タバコやねんそれは。それはタバコやねん。それはあブリブリやばー言うてブリ出たらもう今も日本人大喜びちゃうか。JT 言うて。そう、そこなんですよ、ミードマニアさん、俺が言ってんのは。あのね、そのなんとでもないやつがそういうやつを利用して事件起こすでしょ。もう終わってるでしょ。歌舞伎町かどっかからあの、うん、ジェンダーレストイレだったんですよ。あ、そうなんや。男と女両方入れるトイレみたいな。ただ変態側の女の子入った瞬間周りにもらうから、マジで。でも場所によっちゃさ、その男女兼用のトイレとかも今でのあるもんな。そうですね、例えばキャンプ場とかさ、それが駅の中にかできたと。でそれでなんかあの可愛い女の子入ったら男がこう待ってるみたいな。だから入っていけるってことやもんな。そうですね、やばいな、それもそれで。えぐいな。あ、そうやで、ヨハネス、あの周りにも言うといたって、その何も知らん子おったらマジやめた方がええで、もうこんなん。そうやってもう川沿いとか行って来たらもう川にポイ捨てた方がええよ。ほんまにほんまに、こんなもん逃げ場ないとこでスパイダーマンちゃうねんから。ポリキタービルとビルない、今イエーイってなれへん、無理やろ。そんなんもうやめとけやめとけ、言うといてな、みんなに言うといたって。地獄からの人じゃないから。87です、アメ村でお昼にうろちょろしてる若者った、基本ヒューミア行くんかなみたいな。まあそうですね。今日は歴代塗りなんや。うわってことは阪神も来てんのかな。あ、そういうことなるよな、ヨハネス。そうやわ、僕の心80代なんで年金もらえますねって。そうや、そういうことなるわなあ。わけわからんよな、そうなったらな。お前ディーラーさん、ポンペラお疲れ様です。あ、ラグショットだったよって。そうっすよね、マッティとラグショが確か福岡行ってて、いらっしゃーい、こんにちは。もうその後帰ってきてすぐに俺らの尼崎でやってるイベントで、はい、あのナーさんもバトルで準優勝やったんですけどね、決勝まで行ってましたね。福都心線でおっさんが女装してましたっつって、お姉系の仕事されてるのが、ミニスカート履いてパンツ見えてる人、おっちゃんとかいますね。あのボンズ君とかと一緒に雨村歩いとったら前から歩いてきて、あのちゃんといつも見えるから、ね、俺らもう目まん丸にしてシーマ雨村いつもいるのって、いや俺初めて見ましたって。なんかサイズあったら言ってくださいね、裏から持ってきますんで、はい、山どこかって言ったら水戸筋の長屋やったかな、あの高校が帰る時にあのセーラー服着たおっさんおったんですよ。まあおるな、セーラー服タトゥー考えるじゃん、レンズ1個のサングラスあるじゃないですか、あれかけて規制発想を襲ったんですよ。それ誰かの何かの罰ゲームちゃうから。母のなんたらが福岡来たら暮らしとくやね。いやいや、もうディーラー君もうあの関わるのが一番あれやと思います。もうあの変なもん取りつかれるかもしれないんで。マジで行く、持ってくる、いやもうまだ寄ってないっつって、はい、あれだね、ミステリオに会いに来たんかなっつって、あ、近本から始まりましたっつって、ポンプラアルカポネオスクレイ。阪神で思い出したんですけど、テリオくんがチッヒーと近所言ってましたね。チッヒーな、阪神好きなアイドルな、 NMB かナンバーやね。この間だってサヤネーも来とったで、甲子園。サヤネーも阪神ファンやもんな。いや、それ阪神ファンのアイドルだけ名前覚えてるから俺。チッヒーとサヤネーやろ。覚えてるよ。お前。100年後に お墓を掘り起こしたら LGBT だろうが何だろうがそこにいるのは男か女なんだよって、わかるかいとアメリカ人男性が正解を出していました。確かに、ほんまそうやわ。この前痛めちゃうからもう一個買います。マジで遊泳地調子いいやろ、めっちゃめっちゃいいやろ、最強っすね。ありがとう。しかも日本産なんですか。そうやねん、でこの立ち上げた人も昔は日向でその一緒にそのパークとかでずっとやってた人やって、そうここ置いてますもん、ね、そう G6 久しぶりに見ましたこれやろう、はい、でもなんか日田さんも今年もなんかどっかで出そうぜ言ってたから、あ、そうなんですか、もう多分連絡そこ来ると思うで、はい、詰めるに来てや言うて。じゃ
じゃあ5,940円かな。はい。うん、ああ助かる。お疲れ。最近なあれやね、入荷した商品はな、服とかはな、新商品はないんよな、再入荷やね。せやね、ありがとう。1,040円で。なんかおりません。バラブ真ん中に台みたいなのあるじゃない。おお、あっこにこれ乗っけれるんちゃうみたいな。絶対いける。ててだってこれ買った時にドイツから来る時ビリヤード台扱いやったんや。あっだから ほぼ大きさ一緒なはずよ。そうですよ。そう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 、これいけますよ、ね、いけるいける。うわーもう決まっちゃったやん。あーやった、バラブでやろうとか言ってみんなで運んでバラブでやろうよ。多分運ぶときは呼ばれるんですよ。どうぞ、もちろんもちろん、みんなで参加で。ありがとうございます。ヤオマヤオマ、こちらこそ。またすぐ来ます。うん、またひださんにも言うとこは。はい、お願いします。なんかその時命名してもらったんですよ。出た、出た。実験の時の熱い。シュルツ。シュルツ。シュルツって言われたんです。シュルツな。シュルツって言ったら伝わります。分かった、そう、はい。呼び捨てする時はその名前でいけ。なるほど、なるほど、はい。ライダー名というか、はい、なるほどな。伝えとくわ。ありがとうございます。あなたな、気付けて。ヤオマ。暑いねそうやね、M、いろいろなサングラスとかもあのキーホルダーとかね、ベルトとか、ベルト入ったら見てないんちゃう。ベルト、ベルトいいよ。あの前のなこのガチャベルも軽くて使いやすかったけど、こっちのちょっと重めになりました ね道着のね帯をイメージして作った、はい、ひふみやベルト。オーバーサイズのパンツとか履く人はもう絶対にガチャベル入れるからね。ぜひ知り合いに女装趣味の医師がいて、東京出張の時に歌舞伎町を女装で歩き回るのが快感らしいですね。だから女装するだけとか、その男装とか、まあね、だって男の人も今じゃ化粧してね、あれするぐらいやし、まあ、MC バトルの控えだって化粧してる人おるで。あのなんかメイクさんみたいにやってもらってる人もいるし、自分でやってる人もいるし、あのおるおる、あれですか、あの究極があの入り紙バック君って言って、あの男やけどもほんまに女っぽいみたいな、マジでアイドルな顔するんですよ。スピン、そんな子もいるやろな。話変わりますが、ね、MJR のジャンボマンチさんもバトル出てるんです。いやもちろんもちろんそうですよね、ダンジョンでもねモンスターでしたもんね。ツイッターでリポストした人の中から抽選で当たるラップスターの審査員入りの、やばいやんかそれ。欲しい当たってんて。サム、え、日頃の行いやな。 やっぱなサムはな、あのな、その好きなアーティストのコンサートのチケット当たったりとかようしてるやん。日頃の行いやて。どない、あの心でこうあの綺麗なこと思いながら響きてるんやろ。あ、多分なんか世界評価とかやってるんじゃない。うん、めっちゃ気になるよ。あ、いいね。相馬くんかな。高校生になったらバイトでお金貯めて絶対愛媛行きますポンペラ。ってことは今中学生っぽいな。でもな相馬くん、多分まあ、日本に住んでたら2回ぐらいはな、身内というかその親戚からいろいろもらえる日が来るんよ。1個がお年玉、はい、でもう一個が、まあ、誕生日とかこうな商品でくれたりとかするとこもあるやん、現金じゃなくて。もう一つはねお盆なんです、実は。あ、そうです、ね、そう、だからお盆とかでおばあちゃん家帰ったりとかするときに、おばあちゃんお金ちょうだいじゃあかんで、ね、手伝いをすんねん、自ら進んで欲しいもののために。でばあちゃん大変なことないか言うて重たいもん運んであげたりとか。それはお父さんお母さんもそう、兄弟もそう、親戚のことをなんかやったら絶対小遣いくれるから。ほんだらもう指すけだって買えるしな、好きなラッパーの CD も買えたり、キャップ服買えたりするから。親戚多い子やったらよう来てないけど、親戚こともいっぱいもらう。そうだから俺らも毎年あの正月はみんないるやん、言うみやに、うん、だからみんな言うもん、そのせっかく冬休みやのにもうまた親戚ん家行くんで、ちゃうちゃうっす、お前から行くかなっつって、そう行っていいですかっつって、行きたい行きたいって行かんとみたいなね。逆に俺こっち来る側すもん、俺が。うん、もうだってなあ、その年になったらもうあげる側やろ。去年もあげたし。やろ、そうそう、そうなっていくからね。あの3歳と4歳の
双子あったんですけど、双子にも1000円とかしてな、分からんよな、どれぐらいがぴったりなんかなみたいな。ただ、双子のお母さんがすっと財布に取ったら、そうこれやばないですか、音もするから。でもその取り方はもう誰でもいけるって。俺でもいけるよ。無理か、無理。ちょっと厳しいちょっと厳しいですよってちょっと厳しいと思う、ね、お疲れ様です。愛媛のマグカップがタンブラー、あ、いいですよね。ちょっとね、何年か前まではあったんですけどね、マグカップね。うん、タンブラーとかいいかも。最近のストレートみたいです言ってな、ストレートからのフォークね。大谷やったら膝ついて打つけど、パリーグやったら三振取れんだよあれ。ポンプラ。だから千賀が一番強いですよ。千賀とかやったら。あ、千賀やばいな、お化けフォークね。えぐいよねあれ。日頃の行い大事ですねって、一日一回いいことできるように心がけたいです。だからいいことというかね、もうその辺に落ちてるゴミ拾うだけでも。俺なんか釣り行って、あの魚釣れへんわ思ったらゴミ探すからね。マジやで、これほんまにゴミ落ちてへんかな、ゴミ落ちてるよって一個拾ったら、神さん言うて俺ペットボトル一本拾ったで言うて、カバンにそうしまってちょっとやってたら、ほんまに釣れんねん、これマジで釣れる。俺スキルよりもあのゴミ探す方が得意やからさ、釣りは。それじゃいいね、レイさんパワーウェーブのワンマンチケットも取ったので、楽しみまくりやな。いいね、お盆の雰囲気小さい頃好きでしたねっつって、そうそうそう、親戚ん家行ってね、そうそう。だから俺んとこはね、あのおかんがあの九州やから、あの花火とかあったで、なんかあの何なんちゃら流しみたいなのあるやんか、長崎のあれとかもあるし、花火とかもやってたような気すんな。お盆ではあの夏日とかキュウリであの、暴走してあの、そうそう、花火でするみたいな。お墓で花火とかもあるやんな、地域によっちゃな、そんなやったような気する。そういえば赤ちゃんおばあちゃんというラッパーさんが気になるのですが、うまいこと。もちろんもちろん何回もありますよ。ぜひあの音源聞いてほしいですね。結構ですね。うん、赤ちゃんばあちゃん。いいんでも。お、さあさあお疲れ。今からサボーから行ってきますって言って。タフやなお前もな。いいね。今日じゃあエンディ君にレコーディングしてもらおうかな。火曜日やもんな。どっかどこかしてたサボーや。あ、そうなんや。どっかか。そうよ、偉いですねっていうか、それはあのね、地球のことを思ってっていうよりかは魚のことを思ってなんですけどね、はい、まあどっちにしろ綺麗になってるからみたいな、ね、まあまあ、魚の環境経営するのは地球経営になってないんで、シーマさん阪神に入ったらどこのポジションですかって、ライトスタンドですね、はい、ライトスタンドです。ライトでライトスタンドですね。この前マットにポンピラの表記を指摘されましたって、どうしたらいいですか。多分ですけど、みんながよく書いてるあのポンペラ、あのちっちゃいアートちっちゃいツー入ってますね。インスタとか書くときみんなポンペラーっつって、なんかそのイメージあります。俺もそれが正しいかわからないですけど。ねえ、マッドに指摘されるっていう。だからゴミさんと新馬くんが言い出したんですかね、多分ね、あれそうですよね。自分も昔ことぶきくんとアポロさんのラボダブ現場で見たことあります、圧巻でしたねつって、夢にまで出てきそうやな、それな、えぐそうやな。俺でもあのエンターで、エンターちゃうな、コンパス、まあ、エンターがやってるクラブでなんかね、レゲエのねバンドのイベントがあったんかな、で俺らもフューチャリングで出させてもらってて、トンダのワンマンかな、なんかそんなんやってんけど、アフターパーティーも同じとこでやってて、でみんなでバーカンでテキーラ飲みまくって、もうぐちゃぐちゃなってたんよ。ほんならあのラムヘッド君とアポロとで、いつも一緒にいるキースとかみんなおって、フリースタイルになったんよ、バーカンで。でブワーラップしてて、その時にあのサービス精神やと思うねんけど、アポロがバーカン前でこんじんまりってやってるサイファー中に早口聞かせてくれて、俺耳元でアポロの早口聞いたことあるで。何の自慢やねん言うてぐらいやばない、あれはおいってなってたけど、そこであのラム君とアポロがフリースタイルまた始まってたっすね。おいアポロさ、ここはフリースタイルやみたいなことを言ってて、アポロもそれをフリースタイルで返すみたいな、やってたやってた、懐かしいみたいな。あ、九州なんですね、長崎っすよ。あ、そう、精霊流しね、あれも毎年やってましたね、薩摩藩の
松江かな。セガダンとかですね。うん。野球も好きも、あ、野球も好きで、地元愛知なんで帰省した時は、バンテリンドーム、こっちにいる時は、京セラに野球、夏休みに行きますって。京セラいいよな。バンテリンも行ってみたいけどな。京セラやばかったですね。うん、だから今年は一人でバンテリン乗り込んで、あの、阪神戦見に行こう思っとってんけど、ちょっと勇気出んかった。寒さそうかな、今度ですね。じゃあ、あれよ、ポンペラーやからちっちゃいアーとちっちゃいツーや、ポンペラーって感じ、ポンペラーみたいな。ちょっとみんなオールスターのこと書きすぎやて、見たいて、俺かて。もう指示やね。よっしゃ、いいっすか、じゃあす。どうぞどうぞ。よし、ってことで、今日の日々やインスタライブはこれほどにしとこうかな。ってことで、明日はミステリオかハーディが、店にいると思いますが、はい、日々やは年中無休で、12時38分から夜8時まで空いてますんで、ぜひ雨村付近に来た方、涼みに来るだけ、けん玉指付けするだけ、サイファーするだけ、全然ウェルカムです。夏休み楽しんで遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございました。ペース。